お疲れちゃんスラットです。今日はですね、こちらのメガナイトホグフリーやっていきたいと思います。はい、ということでね、現環境 LJ 環境なわけですよ。はい、 LJ ね。で、 LJ はね、もうメガナイトにとってはね、もう最低最悪なね、はい、カードして、マジ LJ はきついんですけども、そんな LJ にも勝てるメガナイトデッキということで、はい、こちらね今日やっていきます。まあ、マルチ上位でこのデッキを使ってる人がいて、これプリンス型なんですけども、まあ、プリンスがミニペの人もいました。はい。で、まあ、プリンスとミニペはどっちでもいいかなっていう感じですね。で、チャンピオンも入ってないので、まあ、結構組みやすいんじゃないでしょうかと。はい。まあ、そんなわけでね、やっていきましょうか。で、じゃあ、その流行りの AJ どうすんのって話ですけども、まあ、プリンスはまあ、ミニペでね、溶かしていくって感じですよね。本当にただそれだけですね。で、カウンターでメガナイト踏んで、まあ、メガナイトプリンスなのか、なんだ、メガナイト、逆サイ行くのかみたいな、まあ、いろいろあると思うんですけど、ちょっとこれフリーズしてみる。いつもしないんだよ。これスキルが今もしかして奇跡的に消えた？さあ、ヤンキーフリーズがぶっ刺さってます。はい。っていうような、まあちょっとね、フリーズもね、攻めで今使ったんですけども、LJ に対しては防衛でも使っていいですね。そう、LJ ゴルナに来て、やばい、守れないとなったらメガナイトで踏んで、あとはまあ範囲、いい感じのところでフリーズしてあげると、まあ、メガナイトでも守れたりとか、まあ、あとはインドラフリーズですね。はい、インドラで LJ のカウンター外に出しつつ、フリーズ打てばトルネードでね、巻き込まれても、LJ をね、ほぼ溶かせます。はい。そうなんで、インドラプラスのフリーズで LJ を結構守るっていうのも大事かと思います。やっぱね、その、インドラに対して、いや、いい対応ですね。相手はね、こうよくトルネードを使ってくるんですよ。そう、攻めトルネードですね。あ、これなんか両方入りそうだな。おあー、いい 5P。 いや、めっちゃよく入ってる。強。そう、インドラに対してやっぱ攻め取るのを使ってくるからこそ、じゃあホグが通るよねと。で、施設もあるけど、そこはフリーズだったりとか、まあ、メガナイトの後ろのホグライダーで、まあ、突破していくよねっていうので、まあ普通のメガナイトデッキというか、まあ、よくあるメガナイトデッキはね、エレジャイとかスパーキーとかでもきついんですけど、まあ、ゴーレムとか、その辺に対してちょっと相性がいいメガナイトデッキっていうので、まあそれ違うのにね、逆に勝ちにくいとかもあるとは思うんですけども、そう、なんか普段勝てないのに勝てるんで、ちょっと楽しいねメガナイトデッキなんですけども、いや、エリジェは嫌だよ。エリジェ、エリジェじゃない、キョスキはね、キョスキはキョスキで嫌ですよ、これも本当に。いやー、まあまあ、さあ、ちょっかいかけながら、よいしょ。さあ、キョスケね。で、これも結局この逆がいいんじゃない？わかんないけど、逆サイ攻めが強そうで、フリーズもね、あー、いいアチャクイだな。これまあアチャクイるんで行く必要ないですね。で、まあ、ホグ警戒で、さあプリンスも出して、逆行っちゃった。まあまあまあ、で、あのアチャクイ無視できんな。いや、いいよ。大砲がね、今回で言うとちょっと突破めんどくさいですね。あー、いや、なんかいやらしい攻め来たっすね。まあでも、ちょ、行っちゃおう、これ。メガナイトもいるんで、ちょっと打たそう。で、メガナイトがタワーに入ると。さあ、で、これインドラで早めに溶かしたいっすね。さあ、いやー、結構入ってるよ。圧着イホグね。鉄壁ね。さあ、これはメガナイトで踏める。さすがにそっちっすよね。一発ぐらいは許します。これ、スケでクッション置いてきたら、ああ、うまいっすね。わかってます。これでもホグ行くと、相手施設で守りにくいんですね、これ。いや、そうっすよね。で、これで、来た！パッキンフリーズだ。さあ、めちゃくちゃうまいフリーズ。に見える。打っただけだけど。さあ、ザップも打って、勝ち込んでいく。いや、で、これ勝ってるのでかいよ。だって、メガナイトはキョスケきついのよ。そう、キョスケきついし、ホグは大砲きついのよ。そう、クエイクとかあれば、まあ、突破しやすいんですけど、まあ、そこにも、まあ、結局この、メガナイトインドだったり、メガナイトプリンスとか、まあ、メガナイトボンバー、メガナイトコウモリっていう、この形を作りながらのホグがね、やっぱ、
相手からしたら結構守りにくそうですね。それいいんじゃない？なんかいい相性というかね、ちょっときつめな感じのに勝てた気がする。さあ、これなんかもうフリーズして、いきなりびっくり。いやー、いいね。4個使って、相手に矢波3個使わせてるんでね。いや、全然いい交換。まあ、これザップ、来るかな？これいらないな、多分。多分どころじゃねえ。いや、これは、インドラを信じるべきでしたね。はい。やっぱ信じていかなきゃね。インドラだけで今守れてるんで、まあ、コウモリこの後攻めでホグコウモリでできたってことですね。で、そこにもまたワンチャンフリーズ仕掛ければっていう場面でしたね。いや、もったいない。これ相手、ラバホリっすね。ラバホリ、リグきついんですよ。まあ、ババが間に合うかな、これ。そう。これラバ出してからの相手のユニットに対してのババってね、ギリ間に合うんですよ。そう、マジでミリ。ミリ、ギリ。そう。なんで間に合いましたね。あ、でもこれは、溶かします。はい。で、スケドラ来たら、フリーズか。でも、矢ダメなんで、これ。結構きついっすよ、相手。このインドラが。さあ。ザップだけしとけばいいやろ。まあ、スケドラ処理できないんでね。無理しなくていいかな。いや、結構ダメージ入ったっすよ。ああ。さあ、まあ、これは、うわぁ、はいや。これ、いやー、もうちょっと守りたかったけど、いや、いい、インドラで折れてるのラッキーなのと、まあ、あとは意外と守れてんな。さあ、ラバー、あ、ラバー掘りじゃない、ラバルンです。余裕でラバです。ごめんなさい、なんか嘘ついてます、僕。さあ、で、インドラ最強なんで、インドラ合わせて、これインドラ無限ですね。あとはもうなんか、俺がメガナイトプリンス組んだら、あんた、守れんやろっていう話なんで。よいしょ。いや、めちゃくちゃいいコウモリ、そして。いやー、まあでもこれ、あれだな。キング、生き得かもね。さあ、ザップ打って、フリーズも使って守ろうかな、これ。なんか、守ったら、相手、いや、でも結構守ってる。あ、でも、あれか。クラウンが勝ってんの、これ今。今勝ってるっすもんね。クラロワだと。クラロワだもんな、これ。何言ってんだ。さあ、これだっても、一本おられても、一本おられてもいいんで、キングさえおられなければね。さあ、なんで、キングおられないように、微調整して、オッケー。まあ、高回転インドはね、空に対して強いインドコウモリ。と、あとはもう、陸ね。いや、いい味出してますね、プリンスが。そうだ、一応このプリンスは別にミニペでもいいので、まあ、どっちがいいんだろうな。個人的にはなんかもうメガナイトの後ろにプリンスすれば、ね、なんか小物機で来てもザッパーンとか、まあ、ボンバがなんとかしてくれるとかがあって、個人的になんかプリンスの方がいい気もするんですけど、まあ、ミニペの方がね、いいよって方もいるかもしれない。そこはまあお任せですね。さあ、まあ、今の試合はね、フリーズがまあそんな特にって感じでしたけども、いやでもサムエルだ。サムエル来た。バソット。俺の大好きなプレイヤーだ。ブラジルプレイヤーですね。マジ強です。世界大会もう確定決まってます。今年の最初の大会で優勝して、世界取ってます。はい。バケモンですね。うん。フリーズをね、やっぱこう、まあ守りでもだし、ほんと攻めでもね、いいタイミングで使えればね、ガチそれだけで熱いんでね。さあ、これ、めっちゃ高回転だな。小物いっぱいデッキなんで、メガナイトインドしとけば結構相手辛いっすよ。近畿道。うわ、うまっ。でもこれ結構きつくない？あー、それやばいな。ザップ打ちて。打たなくてもいいか。うわ、うまい。いや、うまっ。やばい。待って、芝サップしてる。耐えるな、耐えるな。あー、これやべえな。ガチで。いや、分かってんのよ。近起動したいのは分かってるからユニット追加して、起動させないようにしてるんですけども、されたね。なんであんなプリンス受けたの？インドラ。インドラ抜きは、てかリセットうまかったな。うめえやつ、チャンピオンの使い方もうめえのか。厄介だな。チャンピオンうまいは厄介だな。これに、メガナイトを使わして、その後ホグを飛ばしたいって
考えなんでしょうね。いやめっちゃ高回転ホグだな。スケアリファイスピ。まあこれ多分呪文ないと思うんで、もう僕はそこをついて頑張るしかないですよね。いや回んの早っ。そうっすね、多分呪文なしなんで、マジでメガナイトで頑張るっすね。いやーここ一体捨てて、よっしゃー、これ形組むだけだぞ、こういう呪文のねない相手には。よし、メガナイトプリンスボンバー守れねえだろなかなか。インドラまで行っちゃうかな俺。えい、あ、ファイボ隠してやがったな。いやでもいい、いやでかい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 、いいよもう一つ。うわーでかい、でもでかい、痛い一発。このボンバーなんかいい味出すな。おこれ熱いぞ。いやうまい、逮捕。いやプリンス一発殴る。よしよし、我慢ね、我慢ロワイヤル耐えろ。それいやらしいな。いやーこれ大砲回んな、先置きしてるもんな。いやーフリーズワンちゃったか今。一発も入れれねえな。ふう渋。いやーいいホグだ。いやこれでも熱い、使ったぞ大砲、これ決まったろさすがに。ファイボ、いやーそっちか。いやーインドラも入ってる、ヤリンザップってばよかった。いやでもいい、いや冷める、これ YouTube 撮ってんのかっていうようなデッキしてんな。お願い滝帰ろう。いやーこれは守ってザップ2周だ。ウッドしかねえから。オッケー、守れる。うめえ。サムヘル。さあ。いや、これあれだな。なんか、イゴールかな。海外の、まあ、なんだ、世界大会優勝経験もある、めっちゃ強い選手が、使ってた 2.6 ホグだ。そう、これ、海外のね、プレイヤーが遊んで、なんか使ってたんですよ。そう、ニューホグとか言うて。それっすね。わ、やば。これやばいね、マジ。気合でなんとかするデッキだもん。危ねえ。序盤のあの防衛ガチでうまかったな。インドラリセットのね、あのゴルナイのダッシュのタイミングが、あれ結構うまかったっすね。ああいうとこちょっと真似してね、奪っていきましょう。まあでも勝ち切れたのはやっぱでかいっすね、本当に。メガナイトプリンスボンバー組むだけ強え。うん。いいよ。いい流れだよ、マジで。普通に結構勝ってる。あとはエレジア引きたいね。書いてあげようか、俺が。パシーン！なんだろう。全然エレジアもね、マジフリーズ防衛ですね。フリーズ防衛しちまえば、俺のユニットもめっちゃ残って、ボコボコにできるっすよ。いや、マジどうしよう。ホグ飛ばす？あんま良くないっすね。キンキプ結構痛いんだね。おお、ラバル？おお、ファイブまで使ってくるか。ゴレとか？おお、ザップ使った。いや、ラバっぽいな、今んとこ。今んとこ、ものすごいラバっぽい。
これホグコウモリ生きてー、すげえ。いやてかメガナイトコウモリ熱くない？スケドラ使ってファイブザップ使ってんだよ。いや回ってくんの早っ。余裕で回ってきたわ。さあまあザップだけですね。この後のホグは墓石回ってないよね。うん、さあボンで守るんだけど、これなんか出してくんのかな。おお、さあま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 あ、でこれで墓石回収か。でザップ、あーまあ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 、ラバルの序盤のねこの耐えって感じっすね、マジ。まあ、インドラ最強っすね、ガチ。で、あとは、メガナイトでしっかり攻める。しっかり攻める。これ大事。しっかり攻める。はい。で、なんなら、落とさせない。おっ、でっか。さあ残ったよ、残ったよ、残ったら相手の方がきついんじゃない。これ、これはもう攻め毒、めちゃくちゃいいボン。これ守りますよ僕は。まあ攻めますけどね。からのフリーズパッキン、よしよしよし、ダメージ稼いで。いや、守れたかな、もうちょっと。よし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 。いや、いい交換よ。いい交換よ。さあ、真ん中、ズドンも来そうだけど。いや、俺はいいよ。インドラを出しまくって。いや、いいんじゃない？フリーズボーイもあるよ。フリーズボーイしちゃおう。負けないこと大事なんだね。施設ないよ。回るかな。よいしょ。いや、いいんじゃない？一発？ファイボ？おい。あとあれが遠いな、マジで。高回転インドラ、マジで強いっすね、でもこれ。本気で。さあ、あれフリーズとザップで防衛できるんだね、マジ。ここのギリギリっすね。ああ、ホグ入ってる。キングタワーがバルーン攻撃する寸前で止めてあげると、全然守れちゃうっすね。ナイス、ナイス、ナイス。めちゃくちゃ強いんだけど、もうこのデッキ。負けそうになんねえ。てか、負けそうにはなるけど、勝てるな。チナ4連勝なんですけど、さっき動画外でも3連勝してるんで、マジこのデッキを使い始めて今7連勝っすね。7分の7です。はい。正直 100% です、今んとこ。そう、よろしく。エレシア行きたいんですけどね。はい、これ26かな、 2.6 オグか。うーん、いや26っぽいな。26ぐらいしかでもないよな普通。さあ26です。でこれメガナイトないのは結構渋いけど、さすがにホグは来ないよなこれ。うん、いやいいスケ追加だ。で、これも、また同じで、スキアイスピ持ち、こういう高回転持ちのメガナイトは、まじキング起動されるんで気をつけた方がいいですよ。やべ。このホグやったな。やべ。このホグやっちもったな。さあ、まあ、スキアイスピだったりとか、大砲からのスケ、大砲からのアイスピでキング起動されるんで、もうそれだけは絶対させないように頑張った方がいいんですけど、基本されます。まあ相手もそれをしたくてやっぱ頑張る。あ、あれ？でかい。奇跡が起きてる。しかも見て、あのマスクさ、ザップで飛びそうじゃない？お！アイスピも散った。アインドラも散った。でかっ！事故が起きました。いや、これもな、こういうメガナイトデッキの多分強みなんですよね。そう。まあメガナイトのデッキにもよるんですけど、やっぱスケラとかだとね、そういう事故がないんですけど、まあ、メガナイトプリンス。メガナイトインドラ。あとは何だろう、メガナイトコウモリとか、
まあメガネットプラスのなんかいい型があるやつはマジ事故が起きやすいんで、これが本当そうですね。そう、全てのなんか事故を起こさせるようなデッキですもんね。メガナイトインドと、まあ、なんだ、メガナイトインドで小物来るところにコウモリ追加だったり、ボンバー追加とか、ね。マジ、事故を引き起こさせる用のゲームというかデッキなんで、からのホグのね、追加タイミングとか、使い方とかでもね。いや、めっちゃいいぞ、これ。拾ったデッキだけど。マジで。刺さってるわ。さあ、これ、あれっすね。めっちゃいいホグ来るっすよ。来ねえのか。来そうだなーと思って。プリンス出しといたわ。あー、ウッドうま。いやー、一発入ってる。でもこれはね、ここまでなったらもう、行くよ行くよっていう。ね。相手もね、やっぱ逆転するためにはね、攻めなきゃ、あ、ボンバ強っ。攻めなきゃいけないんですけどね。気づけば、さあ、ユニットが溜まっていく。いや、ついいいよ。マジでいい。なんだ何がいいんだフリーズかフリーズ、まあ僕めっちゃ好きで、最近だとね、あんま使わなくなっちゃったけどね。そう、昔はもうスキラフリーズ、まあバルーンフリーズ、ラバルフリーズとか、まあなんかいろんなフリーズちょっと使ってたんでね。いや、いいね。刺さるわ、これ。さあ、せっかくならね、エレジャイちゃんを、引いても面白いんだが、来るかな。ホグライナー。まあ、これはさすがにホグっすよね。で、タゲ取って、ボンバーとか。これ、ロイホグでもこうした方がいいです。うん。で、早めに溶かす。陸がないんでね。パーン。さあ、まあ、迫撃に対しては、まあ、いろんな受け方があるんですけども、そう。相手、というか、まあ、自分がホグやロイホグなら今みたいな受け方は結構理想ですね。攻め、僕は普通にホグ出してるだけなんですけど、相手の迫撃を受けれるんでね。吹き矢いったマジで。入りすぎたな。まあこれ、たまたまディガーとかが飛んできたら美味しいけど、さすがに来ねえか。で、今回、あれだったな。スケブ？あー、いるっすね。スケキンの方かな、もしかしたら。あー、ま、本当に言った通りになるよ。さあ、まあ、スケキン迫撃ムートの呪文嫌な雨で、まあ、ディガーがあるかないならスケバレがあるかって感じかな。うん。まあ、まだ見えてないんで。なんとも言えないけど。コウモリ読みかな。まあ、多分ディガーじゃないかな。わかんない。スケバレの可能性もある。いや、これ、ケツメガはちょっと違ったな。今、コウモリホグだな。あ、まあ、でも、迫撃のもう一枚で守られちゃうか。いや、メガナイトホグコウモリ、これ、やったらよくない？いや、斜めない時のさ、俺、ホグ、てかコウモリ最強だと思ってんだけど。これ、ムートがある方はね、ガゴムレが基本ないんですよ。あ、やってる相手。やってるやってるやってる！パッキーン！いやー、これが強い。相手もね、知らなかったらね、対話できないしね。よしよしよし。さあ、メガナイトプリンス、ボンバー組むだけっすね。このキツプリいると相手も攻めれないしね。いいよ。で、コウモリ追加。やなめ使った後は、ガチできついよ。いや、これはソウルコール使いたいだろ。ホグ飛ばして。いやー、タイミングかぶってるね。攻めていこう。いや、この攻めていこう、やった。いや、これは男の許容ですね。許容で後ろをメガナイトで踏めば安心安全。コウモリもなんなら上でいい。オーケー。いや、まあ神相性なのかこれは、もしかして。いや、なんかなんて言うんだろうね。でもめっちゃいい。その人しか言えねえ。この時はめっちゃいいです。はい、ちょっと使ってみてください。これなんかすごいな。今まででもこんなデッキなかったんですよ。そう、だからメガネトホグとかもいろいろありましたけど、今までの中でもね、トップレベルにいいですね。さあ、ということでこちらメガホグで、ね。いや、マジ形組めば強いし、なんだろうね。本当に
使いやすいのもね、すごいあると思うんで、ちょっと使ってみてください。本当感想を教えてほしいな。僕的にはすごいこれ、気に入ってます。はい。多分また今度動画で上げると思います。はい。ってことで、よければチャンネル、高評価もね、お願いします。では、お疲れ様でした。またね。